はい、それではですね、今回は、ムービーメーカーを使って、動画を編集する方法をお話ししていきたいと思います。今回はムービーメーカーなので、Windows の方に向けての動画の編集の仕方になります。それではですね、まず、Windows ムービーメーカーというものをダウンロードしていただきたいんですけども、Windows ムービーメーカーと検索していただければ、このね、一番上のところにね、Windows ムービーメーカーを入手するっていうのがありますので、ここの今すぐ入手っていうものを、押してください。はい。そうしますとね、このような、セットアップのファイルを手に入りますので、これで、はいで、ここをはいで進めていきましょう。そうしますと Windows Movie Maker がダウンロードできますので、そうしましたらですね、ここのメニューマークから Movie Maker というところを選択します。そうするとこのように Windows Movie Maker がもう使えるようになりますね。まあ、このように Windows Movie Maker がなっています。で、まず動画のファイルをですね、ここを押すと動画のファイルが選べるようになりますので、ここで動画のファイルを選びます。はい、そうするとね、こういう感じになりますので、で、これファイルを準備していますというふうにね、Movie Maker のなりますんで、これが終わらないとね、編集ができるようになりませんので、これが終わるまでまずは待ってください。はい、そうしましたら、こちらのね、読み込みがすべて終わりましたら、このような、状態になりますので、これで編集ができるようになります。で、Windows Movie Maker に関しては、この線をドラッグアンドドロップしてやっていくような形になります。で、ここの線をクリックしながら移動させると、まあ、このようにね、移動できるということです。で、ここで、例えば、動画を切りたいとき、例えば、ここで再生をして、ですけども、動画でもね、お話しした、How to 動画。はい、このようにね、ここでじゃあ切りたいというときに、ここの線を右クリックして、この分割ですね、分割っていうところを押すと、このように、
その分割のところで切れますね。今指定したところで。で、次は、じゃあこことここを切りたいと。なったときは、次はここに移動させて、ここで右クリックを押して、ここで分割を押すと。そうしますと、こういうふうに分割できますね。で、この間をカットしようと、切り取ろうとなったときは、こちらまた、この間のところを右クリックを押して、ここを削除っていうふうに押すと、今切り取った両サイドの分割したところの真ん中が削除されるというような形になってます。で、今削除されたので、ここから一気にこう変わってますね。ですね。実際にではどういうふうに動画を撮っていくのかというようなことを、まあ、具体的にね、お話ししていきたいと思います。まずはですね、このハウツー動画という。はい。まあ、このようにここからね、切り替わっていくという形になりますね。はい、こんにちは、大島です。それでは、はい、このような感じですね。先ほど切り取ったところがなくなって、こことここがくっついたというような形になります。はい。で、基本的には、この切って、編集していくっていうだけで全然構わないんですけども、一応他の機能も説明していきます。はい。で、まず、ここですね、ファイルではなくて、アニメーション。このアニメーションっていうやつは、ここで、まあこういうふうにね、入り口がこういうふうになったりとか、これカーソル合わせるだけでね、どういうふうになるのかっていうのがわかりますんで、うん、今ここの部分を選択してるので、ここがこうなってますけど、例えばここ。例えば今こうなるとね、切り取っていない、ここの部分が全て選択されてますので、それでこうする。お話しした、ハウツー。まあ、ね、お話したハウツー動画。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 種類の通りにこういうふうになります。例えば、ここだけこれにしたいのであれば、また同じように、ここを分割。分割して、この真ん中だけを、お話したハウツー。ここで、クリックして選択すると、ここだけ、動画でもね、お話ししたハウツーのように変わるということですね。はい。で、次は視覚効果。これも同じです。これも視覚効果をかけたい、このクリップのところにやって、このようにね、カーソル合わせると視覚効果ができます。はい。次、これ、プロジェクトというやつなんですけども、これ、ナレーションの強調とかね、このビデオの強調とか、これはね、音ですね。音をいじるっていうのですね。ナレーションの強調っていうのは、要はこのボイスを強調するパターン。これビデオっていうのは、まあビデオの音を強調するパターンですね。ビデオのまあ全体、ここに書いてありますけども、音楽やナレーションよりも音量を大きくして、ビデオの音量を強調すると。で、これがまあ音楽の強調ですね。まあ音楽、BGM などを強調するということですね。で、これは強調なし。プロジェクト内の強調を全て無効にすると。まあ、いろいろいじったけど、なしにしたいと思ったら、これを押せば、まあ、リセットされると。というようなことになります。はい。で、次、表示ですね。これ、今、これぐらいのね、レベルで見てますけども、これ、もう少し、大きく見たら、こういうふうになります。これ、もう少し拡大したら、こういうふうになるということですね。基本的に、動画っていうのは、画像が連続されているような感じですので、その画像のね、細切れ、画像のコマを、こう、ちっちゃく見るのか大きく見るのかっていう感じです。昔のね、カメラとかのフィルムってこんな感じになってると思うんですけど、まあ、それのフィルムを細かく見るか、大きく見るかって感じですね。まあ、虫眼鏡で近くに寄って見るのか、まあ、虫眼鏡を外して遠くから見るのかって、そんな感じですね。だから細かい作業をね、ここからここまで本当に2秒ぐらいをカットしたいっていうんだったら、もうどん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 こう拡大してってね、この小っちゃく見て
カットしていくという、そういう感じになります。で、このリセットっていうのは、今こうやってちっちゃく拡大したり大きくしたりとかして、リセットを押すと元の、倍に戻るということですね。はい。まあ、この辺は使わないので、基本的にやらなくて大丈夫ですね。全画面っていうのは、これが全ての、全てのこの画面がね、全部になるということです。まあ、この辺は使わないんでね、いいと思います。はい。で、この波形っていうのが、このボリュームですね。このボリュームを表示させる。これデフォルトで、表示させるようになってますんで、表示したままでやっていただければなと思います。はい。で、実際編集のね、あのやり方とかわかんないっていうのであれば、この分割、これ右クリックでね、さっきまで言ってましたけども、実際ここにもあります。ただね、まあ、右クリックで全部ここにね、ありますんで、右クリックでやってしまっていいかなと思います。で、このビデオボリュームっていうのは、これは全体のね、ビデオのボリューム。で、これフェードイン、フェードアウトっていうのがあるんですけども、フェードイン、フェードアウトはね、わかると思いますが、まあ、音量をね、小さいところから入って大きくするとか、大きいところから入って、だん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 小さくしていくっていうような、効果をつけられるっていうことです。で、例えば、これの、まあ、後半戦をだんだん、フェードアウトさせていきたいってなった時に、ここで、まあ、遅いとかね、普通ってやると、まあ、ここからだん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 、音量がだん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 こうやってちっちゃくなっていくっていう感じですね。で、またここから例えば、わーっと大きくしたいのであれば、次こっちを選んで、こっちを、フェードイン、遅いとかってやるとね、まあこういう風に音量下がって、こういう風に音量上がるみたいな、まあそういう効果がつけられるということです。はい、まあ、今回のね、ノウハウではあまり使わないと思いますけども、本当にあのカット、この分割、分割だけを使って、どん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 ね、数をアップロードしていくというようなことを推薦しておりますので、基本的に他の、やつは使いませんけども、一応ね、そのうちいろいろとこう試行錯誤してね、かっこいい動画を作れるようになれるように、まあ、一応すべてご説明いたしました。はい。それでですね、あともう一つこのホームの、ここら辺をちょっと、説明してなかったんですけども、こちらのタイトルですね。こちらのタイトルっていうのが、いわゆるこのテキスト。このテキストを前面に入れるってやつですね。例えば、まあ、こういうふうに勝手にというかね、テキストを入れられるようになってます。で、これがこういうふうになっていて、こうやって、まあ、こういうふうな表示でなるということですね。で、これの流れ方っていうのが、まあ、ここで選択できるということですね。例えばこれにすると、まあ、こっちからこういうふうにね、できるということです。ただね、こういうのって結構余計なことをね、するとね、意外とこれ逆にチャッチくなっちゃうんで、あんまりこういう効果はつけない方がいいと思います。逆になんかね、本当になんかしょぼくなってしまいますんで、つけない方がいいと思います。はい、で、次ですね、これキャプションっていうのがあるんですけども、このキャプションっていうのは、要はこの、ビデオ内に、こうやってテキストを入れるってことですね。ビデオ内にテキストを入れるってことです。今これ見えないのはなんか白だからなんですけど、要はこれで、黒にするとか、まあ、こうやって見えるってことですね。画像内に文字を入れる。テロップとかね、で使うやつです。はい。で、次なんですけども、消すときはね、このテキストのところを押して、削除ですね。何でもテキストのところを押して右クリック。テキストでも、動画でも、そこを選択して右クリックで削除で全部消えます。はい。で、次、このクレジットってやつなんですけども、このクレジットってやつは、まあ、エンドロールみたいな感じなんで、まあ、これもほとんど使わないと思います。ますが、一応、解説はしておきますね。まあ、これね、エンドロールのやつですね。
まあ、基本的には使わないと思いますけども、もう一応ご説明です。で、動画はね、全部完成したら一番最後に、動画説明欄、詳細は動画説明欄からっていうのを入れてほしいんですね。自分のお店だったり、自分の住所だったりっていうのをすべて入れて、入れた上で、最後に、詳細は説明、動画説明欄からっていうふうに入れてほしいんですね。例えば、今ちょっとこれ、全部できましたと。そしたらこの一番最後のところに、これを持ってきてですね、ここに、このタイトルってやつを入れます。他のやつじゃなくてタイトルにしてください。例えば、でまあねこれこういうふうに位置がこうやってできりますので、まあこういうふうにね、渋谷エステサロン何々とかね、ここに、自分の店名を入れて、でここに、まあ、詳しい住所とかね、まあ、営業時間とか、あんまりね、いっぱい情報を詰め込みすぎても、情報多すぎてわけわかんなくなっちゃうんで、必要最低限の文字だけ入れてください。で、一番下に、まあ、詳細は動画説明欄からというふうに、して、しっかりと、動画説明文に誘導してください。で、このフォントのね、大きさとかっていうのは、これ、すべて選択したりして、ここにフォントっていうのがあるんで、この、数字でこう変えられます。はい。なので、まあ、この上の部分は、これ自分でもね、入力して変えられますんで、まあ、こういう形でですね、やって、この一番下の動画説明欄からっていうのは、まあ、小さくここだけするみたいな。ここだけ小さくできないですね。失礼しました。こんな形でやっていきます。で、これ一番下だけね、小さくしたかったりとかっていうのは、これ、もうこれできないような設定なので、例えばこれを、これ単品を、違うね、こっちの、ちょっと上に来ちゃって。このね、また別で、キャプション。
また別でこの、キャプションを入れましょう。これに対して、キャプションを入れるということですね。で、この今ね、これまた見えなくなっちゃってますけど、キャプションのところ。この状態で一回再生してみると、はい、それではですね、これで文字を、調節してね、やっていきましょう。まあ、こんな形でね、このキャプションっていうものを使って、こんな感じでね、このタイトルっていうものを使って、一番最後に、自分のお店の紹介と、あとは、詳細は動画説明欄からっていうのもしっかりと入れてくださいね。はい。まあ、営業時間、自分の、お店の名前、お店の住所、営業時間、まあ、電話番号かな。まあ、電話番号電話番号あたりを入れて、まあ、詳細は動画説明欄からというふうに入れましょう。でこれ文字のね、あの大きさも自分で決めてください。でこの文字が大きくてね、なんか全部詰まっていたら、こんな形、こんな形でこう枠をね広げられるので、これで、選択をして、まあ、このようにね、あの広げられます。でこの枠の端っこをこうやってこの、あの十字架になるところで、こうやってクリックして動かすと、このように位置が調節できます、はい、でこれができればですね、この一番最後、じゃあ動画が終わりましたってなった時に、このようにね、あの表示させられることができます。はい、まあ、そんな形でね、Windows Movie Maker の使い方なんですけども、まあ、最後にね、これをじゃあどういうふうに書き出していくのかっていうところですね。これをできた動画を書き出す方法は、これのムービーの保存っていうところを押すと、この書き出すやつが出ますので、これのこのプロジェクトの推薦設定ということを、この推薦設定というものを押してください。で、これで、まあ、デスクトップにでも保存していくと、まあ、このように、ムービーメーカーで、先ほど作った動画がすべて書き出されるようになります。はい。で書き出されたものを、YouTube の方にアップしていくというような形になります。はい。それでは、今回は Windows ムービーメーカーの使い方をご説明いたしました。ご視聴ありがとうございました。
うん